サギは、ペリカンもクサギ科に属する鳥類の総称で、水鳥の仲間である。雪脚白鳥、雪サギ、イトキン、ウスキスキという異称もある。外観は、コウノトリやツルに姿が似て、長い足とくちばしを持つが、大きさはコウノトリやツルより小さい。体色は多く、灰色から白、黒のものもあり、また季節により、体色が変わるものもある。 詐欺の内輪が白い大詐欺、中詐欺、小詐欺、甘詐欺は、白詐欺と呼ぶことがある。詐欺科は世界に65種、日本に19種が生息する。日本では、青サギ、ゴイサギ、大詐欺などを見ることができる。日本では、流鳥、冬鳥、夏鳥の種に分かれる。川や水田などを餌場とし、魚や、両生類、爬虫類、さらには哺乳類や鳥類までも捕食する。 稲刈り時には剥き出しになった稲田のカエルなどを狙って、コンバインの後ろをついてくる姿も、珍しくない。巣は、見晴らしの良い香木製の木の上に設け、コロニーを形成する。コロニーにおいては、特定の種が固まる性質はなく、同じ木に、大杉と小杉が巣をかけることも珍しくはない。コロニーは、天敵からの攻撃を防ぐために、河川敷などが選ばれることが多いが、近年は、 個体数の増加から自社林に形成する例も増え、憤害などが問題とされることがある。一筆が布より、群詐欺。日本鳥類保護連盟の神崎隆之によると、詐欺類は小魚やお玉クシなどを巣に運ぶときに、飛翔中に吐き出してしまうことがあるという。これらが路上などに散乱している光景は、水田付近に居住する人々にとってはごく普通の光景であるが、 このような光景を初めて見る人にとっては非常に不思議なことであり、しばしば騒動になって新聞などで報道されることがある。東ず明憲法3年8月22日上、11月8日上には詐欺の会にあったという記述がある。13世紀初め地震が多い時期ということもあって関連付けられて記述されているが、どのような会議であったかの記述はない。 また、詐欺の妖怪として、青サギ美がいる。詐欺の名称の由来については、諸説ある。有力な説の一つに、羽が白いことから鮮明という意味を表す、サヤケキが転じたという説がある。この他鳴き声が騒がしいことから、サヤギが転じたなど、複数の理由が考えられる。カモカの白鳥とは異なる。ありがとうございます。